暑い一日でしたけれども、ちょっとヘトヘトになっているんですが、550キロぐらい今、走ってきたんですけれども、御殿場まで行ってまいりました。で、うちの昨年導入した、イスズのキャリアカー、これで久しぶり、どれぐらいになるのかな、久しぶりに僕乗ったんですけど、普段はあの他のねメンバーが乗ることが多くて、最近しばらく乗ってなかったんですけど、改めてね、イスズいい会社ですね。ただのね、あの 車載装置も非常に優れてまして、今日はタイヤの鼓膜装置もあの活用しながら行ったんですけどもね、浦山さんとのね、ご縁でただの入れさせてもらいましたし、イスズのね安藤さんとのご縁で、車体の方はフォワード入れさせてもらったんですけども、スポーティー、音もいい、ね、スバルに乗ってる人間としてはその響くもんがありました。ということで今日はですね、帰ってきて今もうフラフラしてるんですけど、あと瓦版の発行までに2日しかないんですが、2日というか構成まで、考慮までに2日しかないんですけども、まあ2日半か何もできてないですね。弱ったなと思いながら、あの裏面の方が先に進んでましてね、この車をあの掲載するんで、お願いしますと言って、昨日大宮君帰ってたもんですから、これだけが宿題で残ってまして、ちょっとこんな時間になっちゃいましたけども、まだ少し明るいので紹介したいと思います。まあ、GP 型の2リットルの STI、失礼、インプレッサスポーツ、ね、インプレッサスポーツの、アイサイトがついたタイプになります。でアイサイトついてますので、ここにアイサイトがある。で、ナビ、ETC、そして、ナビがここにこうつけるやつが外れてますけどね、後でつけておきます。ブラックボディで、エアロがついてます。エアロがついてるので、結構、見た感じがね、アグレッシブ、ね、なかなかね、黒いボディは僕は引き締まって見えて好きなんですけども、カーゴルームもこのバスタブ型といいましてね、インプレッサはとか SXV はこういうバスタブ型を使って、容量を稼ぐと、まあ、荷物が滑り落ちにくくていいんですよね。まあ、最も大きな理由というのはあの容量を稼ぐということなんですけれども、でこのヒンジの付け方に工夫がありますので、ここからですね荷物を出して後ろが狭くてもですね後ずさりせずにこう締めることができるというのがこの車の売りでございます、ね。そういう車なんですけれども、このですね夏の、今日が始まりになると僕は思うんですけれどもね、その夏の始まりに、富士五湖の周辺に本当に久しぶりに行って、あっこれからこの辺も忙しくなるんだろうなと思いながら走らせてきましたけども、ちょっと様子が変わっていたのがですね、あの富士急ハイランドですか、富士急ハイランドでですね学生時代にですね行きましてね、僕あの三島に1年あのいたもんですからね、そこにあの教養学部があって、で短大もあって高校もあってっていう、そういう環境で、それがねその短大にね、ほらほらいいじゃないですか、あの奥手の僕に比べてちょっと発達しちゃった女の子たち、綺麗な子なんですよね短大の子たちは。で僕奥手なんでね、まだねあんまり右も左も知らなくてね本当の話です本当の話で、あのデートに行きましょうなんて言われてね、グループですよグループで富士急行ったんですけどね、そしたらねどうしても豪華じゃない、ジェットコースターに乗りたいって言うんですよ
ジェットコースターに乗りたいって言うんですけど、僕はあれは飛びたいです、怖い。でもね、どうしても乗るって言うんでしょうがないから、今でも名前覚えてる、確かミサコっつな、あれ乗りましょうよとかって言われてね、分かったって言って乗ったんですけど、死ぬほど怖くて、もうって言ったらですね、ずっと笑われて、もうトラウマになってますけども。だからあそこのジェットコースター見るたびに、この辺りがですね、クーンってなるんですね。で、今日行ったらですね、この世のものとは思えないようなのが乱立してまして、直角になったやつとか、まあ、いつもあの三重行くときに長島スパーランドですか、あそこのジェットコースターもすごいですよね、こう木で作ってあったりして見るんですけど、富士急はあれはいかん、あれはいかん、あれはね、もう横目で見ながらですね、縮み上がりましたね。あれは精神衛生上良くないですね。たまにね、自分もジェットコースターみたいな車の乗り方をするときはあるんですけどね、確かにニュルブルクリンクをね、フォックスフットでしたっけ、こう下りのアドバンのこの橋のあるところの先、ブーッと下りを全開で降りていくんですけど、まあ、あれもジェットコースターに近いなと思うんですが、自分でハンドルを握ってるんでね怖くないんでしょうねそれからシュエーデンクロイツっていうね、一番速度の乗るところがシュエーデンクロイツって右側にお墓っていうか十字架があるんですけど、なんかスウェーデン人の兵士の墓があるのかなんかだなって聞いたことがあるんですが、そこはシューッと降りてきてドッグレッグになってて、そこをかすめるようにして、まあ全開ですよね、一番高いギアで全開にして下っていって、軽くブレーキヒュンってヒュンって飛んだら、軽くトンとブレーキに足を当てて、そのまま左バンステアリングアングルで次のコーナーへ飛び込んでいくと。でそこ行くと、今度は下にアーレンベルグが待ってるわけですね。アーレンベルグっていうと、以前ね、神回避をしたね、バンダムかな、カルロバンダムが神回避をしたあのコーナーですよ。アーレンベルグにシューンと入っていくんですけど、そこもね結構怖いんですが、今日の立ってるのを見てね、本当にね、この股間のね、ところがね、チュ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 ってなりそうになりました。あれはいかん、はい、ということで、今日の反省、怖いものは見ない方がいいという結論にいたしました。でということでですね、今日この GP7ですね、四輪駆動のインプレッサの距離はね9万5000キロほど乗ってますけれども、丁寧に乗られた綺麗な車ですね。さあ今日は反対方向に行きます。暗くなっちゃいましたね、暗くなっちゃいましたけど、今日御殿場へ来ましてね、前を通ることは結構多かった、何度かあったんですけども、訪問したのは初めてで、広石モータースさんにね、お邪魔してきました。まあ、我々と同じスバルショップで、ずっと先代のお父さん社長の時からいつも毎年1回お会いするとね、親しくお話をさせていただいてたんですけども、今は娘さんの代に代わって、で旦那様も娘さんも揃ってスバルの OB、 しかもエンジンの開発にね関わってた方ですので、非常にスバルに関しては、知見が深いという、そういうお店なんですけども、ね、まあ、知る人ぞ知る、静岡のね、広島ですと。店訪問して、ちょっと今日は、持ってくる車がありましたのでね。
か預かっていただいてた、SVX をね、引き上げてきましたね。STI の岡田部長にね、買っていただいた車なんですけど、なんか調子が悪くなって、で、まあ、近くで、広瀬さんのところがあるんで、ということで、見てもらったんですけどね、ちょっとどうしてもね、間に合わないものもあるということで、今日取りに行ってきたんですけどね。まあ、大体自動車っていうのはね、焼きもち焼きですからね。結構ね、ダンディーでね、かっこよくてモテる男はね、意外にね、女心を知らないっていうかね。だからね、車もね、よく、車がね、よくね、焼きもち焼いて拗ねるんですよね。まあ、毎回大体、拗ねる理由は一緒で、焼きもち焼かれて拗ねるということでね。でもね、まあ、モテる男は辛いですよね。ね、車にもこう焼き餅焼かれると、まあ、羨ましいですよね。なかなかね、そういうね、生かす男っていうのはね、いないもんですよね。ということでですね、そんな車を借りてきた後、この、GP7、今までキャリアカーにね、550キロ乗って帰ってきて、これに乗るとですね、またこれがね、地を這うように。血を這うように感じるんで面白いもんですよね。話をさっきのキャレガーに戻しますとね、今日満タンで、これ満タンで行って帰ってくれるんじゃないかって実はチャレンジしまして、これね、燃費いいんですね、やっぱり新しいエンジンは、ターボ付きの、スポーティーなエンジンなんですけど、ワンタンクで往復できちゃいました。まあ、エナザントンネルの向こう側で燃料警告灯がついたので、まあ、これは余裕で買えるだろうと思って、まあ、返したんですけど、以前のキャリアカーだともう確実にダメって、まあ、最も20年以上使った車ですのでね、あれですけども、まあ、例えば STI に前のキャリアカーで行った時なんかだと大体距離似たようなものになるんですけども、STI の三鷹ね、あそこまで行くともう全然ダメです。4分の3近く減るんですよね。で、このみになって走っていかなきゃいけないですし、今日はもうシートの、サスペンション開いてますしね、もともと非常にダンピングの効いたシャシーですので、そういうのからこう乗り換えた後っていうのは、まあ、それと椅子が前の日産ディーゼルよりはもちろん乗り心地とかいろいろいいんですけど、やっぱりトラックはトラックですよね。そういうのからこれに乗り換えるとですね、相当違いを感じます。非常にリニアトロニックの当たりがこうスムーズですね。いろんなね、個体がそれぞれあるんですけど、当たりがスムーズです。パドルもついてますしね。
り慣れてきたらですね、こういう使い方面白いと思いますよ。最初はオートマチックでいいんですよね。でオートマでもう車に任せておいて、ちょっとこの車のコツとか馴染んできて、あの自分の相棒になったなと思ったら、こんな感じでねパドル操作をして、好きな回転域にね、自由自在に、エンジン回転を合わせてやると。今シフトアップしました。でブレーキコントロールで、入っていって、次に備えて、1速2速と、今2つ落としたので、セカンドになってます。でここでまたオートマチックに戻ってます。まあ、ここはこんな場所なので何もマニュアル操作する必要がないので、ブレーキのコントロールだけでいいですから、なんかそういうと、あとはもうこれでオートマチックモードで走ると、いうことですね。まあ、今日実はあの手撮りで撮ってますので、カメラマンの指の位置が悪いと音がまた遮られちゃって聞こえにくいかもしれませんけど、その時はねご容赦ください。手持ちで撮ってます。協会会長のですね、菰田清さんがですね、左手を骨折されたということでね、お気の毒ですよね。前も一緒にあの女神湖だったかな、あの走った時も転んで、あの手疲れて、手のひらのね、あの一部を骨折されて大変なことあるんですけど、今度は もっとちょっと大変な折れ方らしいんで、お大事にしてくださいよね。もう一言じゃなくてですね、なんか雨で滑って転ばれたということです。僕なんか雨で滑ってどころじゃなくて犬に引きずられてこけるということがありますので、ちょっとそういうことを犬の気持ちになって引かないようにということと、もう一つはあのスパイクリードを時にはもう併用しないと、上手にね、併用しないとまずいかなと思うように実はなりましてね、今日のそのニュースというかお知らせを聞いてね、菰田さんお大事に本当に、あのこれはね、あんなことが起きたら散歩行けなくなっちゃうし、動画も撮れないし、ね、災いはね本当にどこに転がってるかわからないので気をつけなきゃいけないと思いました。特にあの僕も今日気をつけてるのはキャリアカーを降りるときですよね。あの昔だったら何ともなかったんですよ。やっぱりね、あの2時間とか3時間連続で運転するとですね、こうやってやってるうちこう力入れてるせいもあって結構こわばるようになりましたね。こういうときにあのアキレス腱を気をつけないと、うちの父は50代でアキレス腱を切ってますのでね、もうそれをしないように朝起きたら必ずあのヨガでストレッチするんですけども、まあ、これもね、あのリクトがいるおかげでそういうことをやるようになったんですが、逆にそのキャリアカーから降りる時のあの足のつき方とか、本当気をつけないとプチッとね行きそうな感じ、そういうこと気をつけて運転しなきゃいけないなと、今日思いました。あの久しぶりに長距離運転しましてね、まあ、あの運転ということは結構スポーツなんですよ。で僕はあのそういうつもりで運転してますので、気持ちをきちっと切り替えてあの走らせるようにしてるんですけども、あとは疲れたらですね必ずあの眠るという短時間ね眠るっていうのが一番リフレッシュするのでそうしてるんですけども、些細なあの、ねことで怪我をする可能性もありますので皆さん気をつけて、ください。まあこういう動力性能がね十分ある車をやっぱり支配するというのが、あのこれ車を楽しむ一番の僕は
コツかなと思ってますので、ぜひね支配できるあの体力、ね、気力、知力、皆さんねぜひ維持していただくように心からお願いして、今帰ってまいりましたので、今日の動画を終わりたいと思います。非常にいい、GP7 です。ぜひね、車を購入を計画されている方、参考にしてください。今日はこれで終わります。ありがとうございました。